Hey guys! みんな、今日ちょっと大切なメッセージがあるんだよ。それはどういうことかっていうと、実は悪いことが起こらないと幸せになれないっていう、なんかね、秘密の事実みたいなのはちょっと僕見つけたんだよね。どういうことかというと、ピンチが幸せになる行動を生んでるんだよね。辛いことが起こると、これ嫌だから変えようっていうきっかけに変わっていくっていうことなんだよね。まあどういうことかというと、実は僕の知り合いの、僕が学んでいるリーさんっていう人がいて、彼のポッドキャストで彼が言ってたんだけど、彼はこの間インタビューしてたアメリカの役者の女性の人をインタビューしてたんだって。で、どういうことかっていうと、彼女は環境問題に取り組んだりとか、政治問題に取り組んだりとか、いろんなアクティビズムの活動をしているんだよね。で、なんで彼女がそういう社会のためになるような活動を始めたのかっていうと、トランプ大統領が大統領になったのがきっかけだったんだって。まあこれ覚えてる人もいると思うんだけど、トランプ大統領が本当に大統領になったすぐあと1ヶ月ぐらいかな、僕の奥さんもアメリカに行ってマーチしたんだけど、この女性のマーチっていうのがあったんだよね。でその女性を大切にしようっていう、なんちゅうのかな、そのトランプ大統領が女性をバカにしてるみたいな、ちょっとそういう発言みたいなのがあって、その信じられないみたいな感じで、この女性たちが結構まあ、ユニティというのがまとまって、これ違うよっていう風な感じで、そのムーブメントが起こったわけよ。デモとかがあったんだよね、ワシントン DC で、ね。そういうきっかけで、この普通に生きてた人、ね、この普通にやってた女優さんが、この、これおかしいっていうのを見たから、社会問題に、をスタートしたわけよね。ね。で、今、ちょっと、世界の流れとかを見ていくと、世界にいろんな環境問題とか、いろんなこの当たり前に変だよみたいな問題があるわけよ、ね、でこのような問題をね、チェンジしていくためにはね、ここは勇気が必要になってくるの。勇気が必要になってくるのね。で、これはどういうことかっていうと、例えば、ね、アマゾンの環境問題を、ね、アマゾンの火事の問題を直すために、ね、利益にはそこまでつながらないけど、環境がもっと安定して良くなるようなビジネスモデルに会社をシフトするっていう勇気が必要になってくるのね。昔は、そうすると売上なくなっちゃうよ。1990年代、80年代の MBA のやり方によると、それは間違ってるのね。ビジネスっていうのは利益にフォーカスしないといけないんだけど、環境より利益の方が大切なのよ。なぜかというと、利益がないと会社が回らないからっていう、このベースがあったんだけど、それを手放して新しい、いや、会社は潰れてもいいから正しいことをやろうぜって言って、そういう風な人たちが今 B コープっていう、ちょっとね、この B コープのリンク入れるんだけど、これパタゴニアとかベン&ジェリーとかね、いろんな会社がこの B コープになってるわけよ。で、どういうことかっていうと、その株主の売り上げを1位にするんじゃなくて、環境問題とかスタッフとか、そのようななんていうのかな、もっと心に響くような大切なところにフォーカスして、それを会社の中のルールみたいな感じに入れちゃうんだよね。ね、だから今僕が言っているのは、ね、この会社とかグループでやっていく勇気なんだけど、実はこれを個人ベースでやっていく必要があるのね。で、これはどういうことかっていうと、ね、今、当たり前なことを、ね、選んでいく時期って僕は思ってるのね。当たり前なこと。目の前にある大切なことを選んでいく勇気が必要になって、目の前にある大切なことを選んでいる人は、ものすっごいスピードで、すっごい人生が変わっていくわけよ。これをやっている人は。でも最初の一歩がめちゃくちゃ怖いわけよ。例えば断るとか、
ね、自分のビジネスのモデルを売上ベースから環境ベースとかもっと愛のベースに変えていくっていうのは怖いわけよ。でも明らかにそこに成功パターンが今時代として流れてるんだよね。ね、そのすごいエネルギーが流れてるわけよ、そこに。で今地球上にそういうエネルギーが流れてるわけよ。で今日はここの一つ大切なベースをお伝えしたいんです。ね、本当にこれね、あの小学校の教科書に入れてもらいたいんですよ。僕本当にそう思うのね。どういうこと？これはもう宇宙の法則っていうか人間の法則っていうのかな。ね、これ it's a law、right? もう法律、法律？法則？うん。ピンチがチャンスを生むんだよね。辛いこと、辛いなって、辛い経験が自分のチャンスを生んでくれるんだよね。ちょっとゆかちゃんにそこにさ、バシャールの本があると思うんだけど、ちょっとねこの未来を動かすっていうバシャール&安藤美冬さんの本の中にもちょっと書いてあるんだけどね、ピンチがチャンスを生むっていうことなんだよね。これが今日のテーマなんだよ、このビデオのテーマなんだよ、ね、例えばね、サラリーマンをやっていて結婚して双子を産んだ男性がいるとしようよ。で奥さんが、あなた今の収入だったら子供たちの生活費払えないよってなっちゃうわけよ。やばいよね。ね、子供を産んで生活費払えなくなっちゃう。どういうこと？これは悪いことなのか、ね、でもある視点から考えてみると、ひょっとしたらその人は本当に心の中からワクワクする仕事をやっていなかったかもしれないんだよね。でこの経験を通して人類がこっちじゃないよっていうきっかけを作ってあげたっていう視点もあるわけよ、ね、さっき言ったようにその社会活動をやっている女優さんはね、トランプ大統領が入ってきて、うわこれ大変になった、これやばいぞってなったから、その前やってなかったもっとワクワクするいい方向に変わっていったんだよね。だから今このアマゾンが燃えているとか、ね、トランプ大統領がのあれとか、アメリカの銃の問題とか、日本にもいろいろ問題があると思うんだけど、ね、実はこの黒いエネルギー、このダークなエネルギーが来ているから、これがそのトランプリンのベースみたいな、バネみたいになるわけよね。それを忘れないでもらいたいのね。でそれが今地球上に起こっているって、でこれが時代の流れっていうことかな。でこれを個人ベースでも起こっているっていうことを忘れないでほしいんですよ、ね、で間違いなくおかしいのを断るっていうのは、ね、すごい怖いんだよね。で喧嘩になっちゃうかもしれない。特に日本人の人たちはね、あの社会的にピラミッドベース、トップダウンになってる。なんか天皇陛下が一番上にいて、まあ、これ前の時代なんだけど、明治の前とかは天皇陛下が上にいて、ね、徳川家がいて、で下にベースがあると。で今度明治になってきて、ちょっとまたそういうような感じがあって、やっぱりその社長が上であるとか、お客様が上であるとか、ね、断っちゃいけないとか、こういうちょっと、ね、そういうニュアンスがあると思うんだよね。だから性格的に偉い人を断るとか、それが難しいと思うんだよね。でも忘れないでもらいたいのは、全部エネルギーになっているから、ね、まず最初は行動しなくていいから、あ、今俺こうなってるな、私こうなってるなって気づくこと、気づくだけで僕は本当にいいと思うんだよね。僕たちってすぐソリューションを求めちゃうんだけど、ソリューションは自然に後から出てくるから、ね、僕の経験上自然にシンクロニシティみたいな感じでソリューションは出てくるんだよね。まず今自分の環境でこうなってるなって、これちょっとおかしいなって気づくこと、気づくことからスタートしていただきたいなと思います。で少しずつ自分ができる範囲でちょっとずつ自分の人生を変えていく、
ね、そういう会社の社長を断るっていうのはすごいレベルが高いと思うんだよね。そこが無理難しいっていうんだったら、全然もっと自分の家の中の掃除からやるとか、自分の人生の中で自分がやってないところ、自分がコントロールできる、あのスティーブン・コービーが言うような Your circle of influence、right? 自分ができるところからスタート、ちょっとずつしていく。そうすると意外とこの断り方とかも学んでいけるから、意外と結構早いスピードで人生も変わっていくって僕は本当に思います。 Alright、 なのでちょっとねビデオ長くなっちゃって、ちょっとねお伝えするのが難しいかなと思ったんだけど、テーマはね、ピンチが実はこの幸せなチャンス、ピンチになってる辛いことが幸せな方向を自分に教えてくれる時もあるっていうのを忘れないでいただきたいなっていうことです。 Alright, thank you so much for checking out this video and I will see you next week. Thank you, love you guys, Jenny.